短い髪の毛でも簡単にできるアップスタイルを紹介します。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、短い方でも簡単にアップスタイルができる裏技テクニックを紹介します。ポイントとしては逆リンパを使う、もうこれです。襟足がすっきりまとまることによってアップスタイルが簡単にできる、こんな感じで今日はお伝えしております。残りのねポイントとしてもピンの止め方だったりとか、たくさんねポイントをお伝えしてますので、ぜひその辺は動画内でご覧になってみてください。それでは動画をどうぞ。まずヘアミルクをつけていきます。次に毛先の方からなじませるように溶かしていきます。次にまず耳のところから丸く後ろの髪の毛を取っていきます。だいたいこのぐらいの幅で後ろで一つにまとめてゴムで結んでいきます。この時あんまり立ち上げないで、ちょっと低めの位置で結んでください。で、次に少し斜め横ぐらいに指を通して空洞を開けます。ここで一度くるりんぱをしていきます。そうすることによって少しここら辺の空洞が狭くなるので、くるりんぱした後は少しほぐして空洞を隠していきます。次はこの分けた部分の下の髪の毛ですね。この辺の部分の髪の毛を上のくるりんぱの髪の毛と同じにまとめてゴムで結んでいきます。少しだけゴムを下に濡らして、空洞を開けて、ここで逆リンパをやっていきます。で、このままギュッと締めてこのような形にします。で、この毛先の部分が結構ねボワッとなってるので、このくるリンパの下のあたりに隠してなじませていきます。顔周りのほくれ毛を少し下ろして、残りの髪の毛を後ろに引っ張って上下に2つに分けます。この状態で後ろに向かってロープ状に編んでいきます。後ろに持ってきた時にここのね分け目がやっぱり出やすいので、持ってきた時に少し分け目を隠すようになじませて、このような感じで持ってきてください。ロープの部分を少し広げるようにほぐしていきます。なるべくこの毛先の方からほぐすようにしてください。毛先を反対側のこちらの部分に持ってきて、毛先をまずピンで挟んでから、このくるりんぱの中にこちら側の向きにピンを差し込んでいきます。そうすると簡単に止まります。反対側も同様に遅れ毛を下ろして、残りの部分を上下に分けて後ろに向かってロープ編みに編んでいきます。ある程度毛先まで編んだら、毛先の部分から少し広げるようにほぐしていきます。反対側の部分に毛先を持ってきてピンで挟
挟みます。で、このクルリンパの中側ですねにこちら側に向かってピンを差し込んでいきます。ほくれ毛を外巻きに巻いていきます。反対側も同様に外巻きで巻きます。最後にアクセントでこういうヘアアクセをバランスを見てつけたらこんな感じで完成です。はい、ということで、こんな感じでやってみました。ポイントとしてはね、まずね、逆リンパをする、で、ピンをね、毛先に留めてから、中に入れる、で、分け目ね、サイドの分け目が見えないように後ろに引っ張りながらまとめると。最後に、ヘアクセをつけたんですけど、あれってやっぱりね、おしゃれに可愛くはなるんですけど、形を補強するためにでもね、使える方法なので、ちょっとね、バランスがおかしくなったらそこの部分につけてやってあげると綺麗でね、おしゃれに仕上がりますので、ぜひやってみてください。今日もね、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。